どうも、120キロから57キロに痩せたタタです。今日は外でランニングするのがなかなか時間的に難しいよっていう方に向けた、家の中でランニングと同じような効果があるエクササイズを一緒にやっていきたいなと思います。1日1分で簡単に痩せることができるので、よかったら皆さんもやってみてください。今日のエクササイズは足踏みをするエクササイズになるんですけど、その時に必ずかかとを上げながら足踏みをするようにしてください。それでは今日も一緒に頑張っていきましょう。3、2、1、スタート。お疲れ様でした。毎日の1分の積み重ねが人生を変える大きな変化を生んでいくと思うので、これからも一緒に頑張っていきましょう。何か感想や意見があればぜひコメント欄に書いてください。今日もお疲れ様でした。